けど金田さんが監督の時に、うん、バッティング試合前にその頃金田さん監督はいや、山内さん山本さん、うん、で、その後に有藤さんやって、うん、で金田さん、あそうそうそう、うん、金田さんが徳田の時に、うん、わしが投げたっつって言って、うん、60いくつのぐらいじゃないですか、時にいや、マジか400勝投手だよとか思いながら、で夏場だったんでもうメットもかぶんないで徳田やってたんですよ、うん、で、やっぱさすが60過ぎてでも、うん、もうあのね、自分が子供の時見てたあの投げ方で投げてくるわけですよ、すっごい綺麗なボールが来るんですよ、で気持ちよく打ってて、あの川崎球場の狭いからカンカンさんの入りじゃないですか、だんだん火ついちゃうんですよね。あ、そうなんですか。最後メットかぶってないメットかぶってないんですよ、ここ投げてひっくり返ったんですよ。じゃ激しい避ける練習せって、いや調子悪くて徳田やってんのに避ける練習せ、避け悪いよね、調子こんなとこぶん投げてもうこの人たちを長司さんとかもそうだけど、おかしいなとか思って、いやおかしいよ、あの人の確かに、井村さんね、一回ね、あのグリーンスタジアムで、うん、あのすごいいいピッチングしたんですけど、藤井に宇宙館にガーッとソロホームラン打たれたんですよ、うん、で、あそこグリーンスタジアムのベンチの裏側って実行室も広いスイングするとこがあるんですけど、これキャッチャー袴田さんで、あの袴田さんがこうキャッチャーボールをこう裏で熱いからこう外しててこうやってやってたら、村田さんがこう上がってきてロッカーでアンダーシャツ着替えに行こうとするときに、ひでーっ、なんだあのところマスコサイン出すんだっつって怒って、ロッカーに行ったら袴田さんがレガーソンバーンとほっぽってノーサインだろかって言ってあ、そう長女ノーサインなんですよ、あ、サイン見えないんで、だってノーサインって、じゃあ袴田さんあのフォーク取ってたんですか、そうです、すごいな、で、村さんは、あ、補正ですよね、村さんあのまさかりでこの足の膝の裏側にこうやって手が入るんですけど、そこで分かる、バックスイングしたけど見えるもんね、こうやって下へ向かって、だからあの近鉄の新井さんがそれ分かってて、だから新井さん村さんすごい得意にしてるんですよアホくなっつって、で村さんこれ本当だかどうか分かんないですけど、村さんフォークの握りが甘いとふくらはぎで押し込むって言ってますいや確かにあのバックスイングの時こうやってるもんね、丸見えだもん、あれで打たれなかったってすごいね、でもそれだけね、あの落差があったってすごい、だってまっすぐとフォークだけですよ、ですよね、すごいね、でもいやあのね村田とかおもろいんだけど、そのあの当時のロッテはほんとおもろいよ、みんな選手が、有藤さんもそうですしね、うん、水上さんとかもね随分個性的な感じでした、俺らの時ね飯塚さんについたな、飯塚さんについて、はい、それが、まあ、山崎さんいたでしょ、はい、山崎白さんとか、白さんもいたか、ちょうど自分の時はもういなかったですけど、白人じゃね、韓国へ行かれてたんで、そうそうそう、俺東映の時一緒だったから、いやだからあの当時の人で、有藤さんはどうだった、有藤さんも変わりもん、いや変わりもんっていうか怖かったです、ね、いやもう口より本当に早く手が出てきた、後でですけど、本当にそのプロ野球の実況のね、アナウンサーになって間もない頃に、あのベンチの裏の通路である選手の方を掴んでバーンってグンキャッチやってらっしゃったんですよ、それで、はあ、プロ野球界ってこういうことがあるんだと思ってビビってたんですけど、それ以来そういう試合は一度も見たことないから、やっぱりあれ普通じゃなかった、あれだって、ね、俺は中学校から対戦したんだよ、そうなんですか、うん、宇佐中学の人、みんな予防の死んでる、エモさんと一級違う、向こう一級ですね、上なんですね、一級上、体大きいですね、あ、高知高校、宇佐中学、高知高校、近代の、はい、まあ、あのそらだって筋がやるよこれ怖いなんて思いはなかったですもん、あの阪神から行ってくださあ深さん、はい、いつも血祭りになった、その人です今僕見たら、そうあいつね阪神の時もちょっと生意気だったんだよ、ちょっと、まあ、これ本当は言いにくいんだけどさ、うん、
そあの先に俺がやっといたけどね。阪神。あ、そうですか。いやだから、そう安藤さんはね、やっぱ俺は中学校からあの人ピッチャーで4番で、中学も高校もそうだったんだよ。それはちょっと変わってたね、やっぱり。で後半の春の選抜が夏かな、夏の甲子園出て、1回戦で頭当てられてそのまま倒れて、それで次のバッターも頭当てられて倒れて、レギュラー2人で、それで甲子園で優勝したんだよ。高知高校。そうです。でピッチャーが俺と同期のねやつだった。これはめちゃくちゃいいピッチャーだね、アリさん。だから運がいいのか悪いのかさ、甲子園行ったんだよ。行ってだってデッドボールで入院しちゃった。まあ、そんな人なんでね。超人ですね。いやでもね、超人でなんか野球やってる姿がかっこよかったですよ。ああそうね、本当に、うん、確かに。もう背も大きいし足もないし、まあ、サードでね、だけど怖かったですよ。本当に怖い。監督になった時に1年目 あれですよ、現役終わってすぐ監督だったんですよ。そうですね、専門監督。いや監督になってるのに1年目スパイダー履いてたんですよ。で平沼が確かに不甲斐ないピッチングしてて、もう初スパイクなんか履いてんのもう忘れちゃうじゃないですか、有藤さんバーカーンってもう太もものとこ蹴り入れて、でもうここ血だらけですよ。そうですか。ほんでそれでもう平沼血だけないやん。あれ平沼ってあの清原に会ってたじゃない。そうです、飛び下げに。飛び下げにやっぱりよう蹴られるんだね。じゃあそういうやつなんだよ。そういうやつって。いやアリさんでも確かにね、あの守備練習もしてたもんな、あの監督の時、うん、